朝鮮戦争中、ノルウェー軍によって運営された野戦病院野外病院とは、負傷者を野外で治療する大規模な移動式救護施設のこと。戦場、戦時における野外病院は野戦病院と呼ばれる。標準的な構成の野外病院は、医療スタッフ、持ち運び可能な救急キット、並びに大型テントが主要装備で、路上や荒野においても設置可能である。 近代的なタイプの野外病院は平時に建物の中に格納しておき、必要となった際に展開して使用することができる。航空機積載型の野外病院は対外コンテナの中に収納されており、コンテナは多いとして有効に利用される。移動可能なものであるという点を除けば、一般的な病院の設備、装備と変わるところはない。ただ、 災害の質から多発する傷病の種類を予測し、出動、展開時には、その処置に必要な物品を特に大量に用意する必要がある。参考文献にて、米軍がイラクで展開している大規模な野戦病院の写真が掲載されている。医療が高度化した現代では、高度な処置のできない野外病院はあくまで一時収容施設として位置づけられる。すなわち、 手術システムはあくまで重症者を高度な医療施設へ搬送可能な状態にすることが目的であり、それ以外の傷病者に関しても応急処置や搬送待ちの場となる。いずれにしても完治を目的とした場ではない。野戦病院は負傷した兵士に応急処置を受けさせたら、直ちに戦線に復帰させることが目的であるが、それが不可能な兵士は応急処置を受けた上で、 比較的安全な地域にある別の医療機関に構想される。大原則は ABC の確保である。その具体的な診療内容は症病の種類により異なる。外傷の初期治療の一般原則に関しては JATEC の項を参照。また、循環器系の疾患の初期治療はアクルズの項を参照のこと。トリアージの項に述べられるようにどこまで高度な治療を行うかは 災害の規模と医療資源のバランスによって決まる。例えば、救助側が十分な規模であれば、海峡的心マッサージ、心脳戦士、強行ドレナージ、気管相関、脳神経外科やクラッシュ症候群の領域で行われる最先端の高度救命治療を施すことでなら、救命可能という状態の渋滞患者も、野外病院に担ぎ込まれる傷病者の数が、 あまりにも多ければ死亡扱いとの判定を受け見殺しにされる場合がある。例えばイスラエル国防軍の野外病院では医療資源が逼迫した状況下における行動指針として術後24時間以内に容体が安定する見込みのある患者にのみ集中治療室のベッドを与えたり開放性骨折患者を積極的に受け入れて 手術や抗生物質投与等の手厚い治療を施す。一方で、来院の時点で、すでに排血症を起こしている、開放性骨折患者や、頭部外傷や、脊髄損傷の患者への治療については、速やかに構想される見込みがない限りは、実施しないといった、選別のマニュアルがある。戦時や災害時は、外傷は、もちろんのこと、精神的、身体的ストレスによる、 内因性疾患や精神疾患も罹患しやすい。外傷の形態はその原因により異なる。原則として野戦病院は軍隊のみで運用されるのに対し、民間人をも収容する野外病院は民間の医療従事者、消防、軍隊それぞれが関わる。しかし、それぞれに指揮命令系統が異なり、それらを混在させることは現場の混乱のみならず、 個々の医療行為に関する責任の所在すらも曖昧になってしまう。日本の現状においては自衛隊の設置した野戦病院は衛生家自衛官、消防、民間の設置した野外病院は一般の医療従事者で運営することにより住み分けている。しかし効率的運用や互いの切磋琢磨という点では何がある。例えば、 各野外病院の受け入れ可能数の把握や、放送先の病院の確保に難重したりなどである。これに対し、戦傷病治療の経験が豊富な米国では、外傷専門医が従軍して研修したり、逆に軍医が外傷センターで研修するなどの交流を行っている。南京攻略戦後に、南京市内の外交部庁舎に設置された、日本軍野戦病院で治療を受ける負傷した。 中国兵大日本帝国陸軍においては、1個手段に3から4個の野戦病院が付属していた。野戦病院長は通常は軍医中佐か軍医少佐が当てられたが、時には軍医隊員の場合もあり、野戦病院の限界収容人数は200名程度であった。収容部、治療部、構想部に分かれ、軍医、歯科医将校、薬剤将校、 看護症候以下300名程度で編成された。陸軍看護婦や日本赤十字社の従軍看護婦は平坦病院以上の広報医療部隊に配置されたため、師団の野戦病院での看護はすべて衛生兵が担当した。日本陸軍の前線医療組織としては、各師団の野戦病院のほか患者療養所や衛生隊、包帯所、野戦病院からの患者構想を主任務とする。 患者輸送部などがあった。軍事演習時には患者療養班が設けられることもある。しかし、野戦病院は独自の移動手段や平坦組織を持たないために患者収容のための野戦天幕や炊事設備を設置することも困難で、さらに第一線の戦闘部隊を優先したために野戦病院のために必要な資材の運搬が後回しにされることもあった。その結果、 ガダルカナル島の戦いやインパール作戦で発生したように食事も薬もない状況で麻酔なしでの手術や野外の泥の中に患者を放置するといった悲惨な状況が戦域で展開されることもあった。野戦病院の数は4単位師団にあっては4個、3単位師団にあっては3個野戦病院が設置される。野戦病院の指揮命令権者は師団長であるが師団衛生部長が 専門知識を補佐する。野戦病院の定員は、病院長以下、軍医17名、薬剤官2名、歯科医将校1名、衛生部将校3名、衛生部科士官兵161名、市長兵将校2名、市長兵科士官兵116名、経理部科士官兵、上馬、ダバ76等より編成される。各病院の半数は、 第一線で病院を開設し、初期治療を行い、半数は後方の範囲永久的な病院において構想された患者の治療を継続する。各野戦病院は指定された不評連帯と行動を共にする。日本では陸上自衛隊衛生科部隊のほか、大都市の消防本部も救護所となる特殊救急車を配備している。また、災害現場で活動する。 医療チームの配備も始まっている。陸上自衛隊の師団野戦病院は、外科歯科高校外科精神科の参加から編成されており、近代的な野外手術システムを有している。ありがとうございます。